はい、この赤の休憩所には広田龍太郎さんの滝がございます。広田龍太郎さんは明治25年に高知県安芸市に生まれた作曲家さんです。童謡春よ来いなど数々の名曲を次々と発表し、童謡歌手作家としての地位を確立しました。そして安芸市には昭和53年から始まった童謡の里づくり運動によって現在10基の滝が展示されております。というわけで、ここにはあの雨という曲の歌詞がございまして、後ろに見えますでしょうか。ここね、流れてますね、今ね。そうですね、今これ右側にある機械見えますでしょうか。はい、最新のこちらのソーラーとか、こう前に立つとセンサーになってて、こう歌が流れて解説も聞けるというものになってます。はい、今回この赤の休憩所でインスタ映え写真バトルを行いたいと思います。おっしゃー、高木と西村と森本くんが一人一枚ずつインスタ映えする写真を撮ってきて、はい、それをしんちゃんに採点してもらいます。おっしゃー。じゃあ、嬉しいですね。え、本当です？インスタとかやられてます？やってないです。やってないです、はい、森本さんインスタはやられてます？やってないです。やってないです、はい、僕もやってませんので、全員素人ということで、では制限時間5分でいきたいと思います。じゃあ行きます。せーの、えいえい、おー。まずは西村くん、まあ、これ映えてるんだった。はい、どういうところをポイントに取りますか。やっぱここ赤の休憩時間の上空な休憩スペース、はい、こちらがやっぱメインというか。そうですよね。ありがとうございます。はいはい、これを生かしたものを取りたいですね。あ、これを生かして、あとやっぱ海、それと海が一緒。あった。なんでだよ、大きい撮ってるの見えてるじゃないですか。ごめんなさい、ここ撮ってたんですよ。いや、僕はもうこの1枚で行こうと思います。続きまして、はい、森本君、はい、どういうところを撮りますか。そうですね、やっぱり海は映したいです。はいはいはい。で、海が一番こう映えるように映るところ。はい。ここで、いや、2枚重ねるか。はい。あ、妨害することできるな。出ました。あ、森本くんもできました。次は邪魔をしたおんちゃん。おんちゃんはどこを撮りますか。やっぱね、全然考えてなかった。ナス、はい、ナスを撮りたいですね。ナスどうやって撮ろう。写真は結構タゲさんセンスあるんで、タゲさんいけるんじゃないかなと思ってます、僕は。じゃあ撮り終えましたか。撮り終えました。じゃあ全員撮り終えました。じゃあ今からちょっとジャッジしますんで、ではまずは西村君からお願いいたします。はい、僕の撮った写真はこれです。ちょっと洋風な建物を見えつつ、海がこの青サウナ、海とあの空のこの青の境界が見える、これこそインスタ映え間違いなしの写真になっております。これは1位撮れたんじゃないですか。はいはい、なかなかいい写真ですよね。いい写真ですよね。だけど一般的ですよね。一般的な、誰でも撮れそうな、ね、誰もいやいや、なんて言うんでしょうか。ちょっとね、はい、後ほど分かりました。楽しみに待ってます。次は森本くんで、僕はアーチジョンドコっていうんですかね、はいはい、やつなんですけど、はい、ちょっと角度が悪かった気がします。ああ、いいですね。いいですか。あ、オッケーです、オッケーです。よかった。自信ありますか。ちょっとだけ。あ、了解です。じゃあ最後、はい、高木です。高木さん。あ、ちょっと待って、ごめんなさい、名前が出ませんでした。マジで。これです。お、ナスなんですけど、これはやばいですね。雲がちょうどね、ランプからこう煙が出て、ランプの妖精が出てきそうなね、はいはいはい、いい意味が出てきそうな感じですね。あ、素晴らしい。これ多分1位になっちゃったな。わかりました。結果を発表いたします。はい、
1位は、はい、じゃん、西村くん。誰でも考えそうな構図やけどね、はい、ちゃんと取れてましたね。ちゃんと取れてた。2位、はい、発表いたします。2位は、ドゥルル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 もうちょっとね詰めちょったら素晴らしい写真になってます。1位でしたね、今回のね、インスタ映えする写真1位は西村くんでした。はい、ありがとうございます。もう入っていきましょう。まず門があるんですけど、門を入った先にもこの門が。玄関ちょっと感じたことないですか？今の家と玄関何か違いを。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。